え、仮想社会、日本社会が大きく変わりまして、仮想社会が始まったのは1990年なんですけども、まあ、元々日本があの仮想社会だったわけじゃないんですね。1956年から始まった日本の高度成長が、まあ、日本人の生活を豊かにしたわけですが、同時にですね、社会も家庭も人生の生き方すら大きく変化しまして、複雑になりました。まあ、その結果、次々と問題が表面化しまして、 一つも解決できないうちに、また次の課題が生まれるという具合になってですね、何が何だか分からなくなったのが、実は1990年代でしたね。つまり、解決できなくなっちゃったんですよね、僕らは。それが、あの、仮想社会の始まりだったわけです。だからこれがですね、どういうことを現在もたらしているのかっていうことですね。まあ、前回お話ししましたように、その中で特に顕著だったのが、 あれほど懸命に働いていた日本人がですね、活動の目標を失ったってことなんですよ。つまり34年間、1956年から1990年までひたすら豊かになるという目標があってですよ。えー、テレビ、冷蔵庫、洗濯機っていう3種の人器と持ち家、それから車を得るために必死に働いてきたんですね。本当に私なんかも身を粉にしたという感じだったんですよ。ところが、 全部それが終わって1990年になったら、そのバブルが崩壊したというよりか、うん、むしろですね、これ次どうすんのっていうそういうことになったわけですね。これがバブルの崩壊の引き金を引いたんじゃないかと思うんですね。まあ経済的に色々ありますけど。日本人とは非常に面白い民族でですね、目的はあまり興味がなくて、行為が好きだと。 つまり何のためにやるのと聞かれると困るんだけど、一生懸命やるっていうのは好きだってところがあるんですね。つまりアメリカの家庭を描写したテレビドラマを見てですね、あ,あんな豊かな生活ができればいいなと思って、それに向かって邁進するってことはできるんですけど。それが終わった後、一体日本人の理想的な社会と人生ってのは何だったかということを考えるのはちょっと下手なんですよね。つまり、 まあ厳しく言えば思考停止型で実行型っていう感じなんですよ。頭は止まってるけども手足は動くって、まあこんな感じなんですね。<laughs> 実は私はその頃原子力の研究をしてたわけですが、私自身はですね、これ全然威張るわけでも何でもないんですけども、まあ目的型なんですよね。ですから自分は原子力をやるべきだろうかと日夜苦しみました。 え原子力は危険だしですね。だけどエネルギーはいるんじゃないか。石油はなくなるって言うしっていうんで悩んだんですね。で、それをあの、研究所、所、所員にこう、ぶつけますとね、質問を。みんなキョトンとしてるんですよ。つまり、原子力を研究するっていうのは上から降ってきた目的であって、まあ、そんなことにはね、みんな関心がないんですね。 どうやるかっていうのは必死にやってくれるんですけども、夜遅くまで研究してくれるんですが、100人ぐらいの研究部隊でですね、やるべきかどうかって考えてたのは、もしかすると私一人、多くても2、3人じゃだったんじゃないかと思うんですね。私はその頃ですね、やるべきかどうかっていうことがわからないのに、どうしてあれほど一生懸命やってくれるのかなとも思っていたんですね。まあ、現在でもそうですよ。 原発の再開問題っていうのを考えますとね、理由もなく再開すべきと思ってる人はもう再開するのに一生懸命なんですよね。だから今度は思想的に再開するべきではないと考えてる人も懸命なんですよ。つまり目的を議論しないで、過程だけ議論するっていう感じなんですね。つまりここでですね、そうなりますとね、 高度成長期34年間に日本人が目指した豊かな生活とは一体どういうものだったんだろうかと。いや、これはね、はっきりしたイメージはあったんです、実は。つまり、欧米並みの所得ですね。これはも1990年に達成したんですが。アメリカ、ヨーロッパ並みの生活をしたいから、それの給料が欲しいと。これいいと。毎,日毎週土日は休みで、ま、土日を含めてですね、ゴールデンウィークとかそういう時にまとまった休日を30日、まあ、 1>, 1年でですよ、お正月1週間ぐらいありますからね、えーまあ、そのうち20日ぐらいに家族旅行に行くと、こんな感じだったんですね。家電,家電製品はもちろん持ち家を持ち、車があり、クーラーがあると。それからゆりかごから墓番までの保証された人生が、まあ、年金とかそういうのも含めてあると。それから突然の事故とか、天災に巻き込まれないような安全安心な社会ができると、まあ、こ,のこんな感じだったんですね。まあ、普通ですよね。 まあまあの所得、今みたいな状態ですよ、実は。2番がありませんけどね。休日がありませんけど。それから4番もなくなっちゃって、5番もなくなったんですかね。豊かな世界とは何か。っていうのはそんなに難しいことじゃないでしょっちゅう議論されますけどね。国民総生産がだいたい500兆円。ざっと1億人で割って、およそ1年間、まあ500万円の所得があると。まあ今は格差が広がっちゃってダメになっちゃったんですけど、みんなで働くっていうふうに思ってたんですね。 で、休日は土日と年間5日、15日ほどの国民の祝日とかなんかがあって、20日の有給休,休暇があって、まあまあの家を建てて車があってと、いわゆる普通の生活だったんですね。ところがそうならなかったんですよ。まあ、フランスのですね、えー、休日が年間だいたい20日間、あ、30日なんですけど、日本はたったの8日ですね。 家族のドライブがあるはずだったんだけど、全然なくなっちゃって。観光地はどこも青いきと行ですよ。年金は破綻しますから、ゆりかごから墓場までなくなっちゃって。格差が広がって、200万人、200万円、1年に200万円というですね、収入の人が、実に34%、3分の1もいるってなっちゃったんですね。格差が広がり、経済が乱高下して、えー、突然解雇されたりする。 それから大地震が起こったり大災害が続くという思いがけない社会になっちゃったんですよ。ほんと変な感じなんですね。まあそれだけじゃなかったわけです。あんなにみんなで仲良く努力してきた家庭が崩壊しまして、夫婦間はいがみ合って離婚が増え、高齢者は孤独になり、認知症などが社会問題になりました。 私がこのブログで怒りに来るって書いたようにですね、93歳ぐらいの奥さんが、自分の夫でやっぱり90歳ぐらいの夫で認知症の人が JR に惹かれると。そうするとその90何歳の、90何歳ですよ。その連れ合いに裁判所が900万円近くの JR の電車を止めたペナルティーだと言って支払いを命令する 九十何歳のおばあさんに、自分の連れ合いが認知症で電車を止めたから、まあ遺族として九百万円払えって、なんという社会なんですかね。まあ実際だけど、そうなってしまったんです。で、自殺は、日本の自殺は、旧共産権諸国自殺が昔から多いんですけども、その国をも超える勢いになる。さらに原発が爆発して不安定になる。だから、何が豊かかと。 まあいう問いに、まあ、発展してしまってですねそれである人は自然から離れたんじゃないかつって例えば無農薬なんか野菜とかそれから自然に親しむためにこうするとかまあもったいないとかなんか変な方向にどん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 進んでいったわけですよねこれ大体こう,こうやって整理するとわかるんですが実は えー、豊かな生活を準備されてなかったんですよ。豊かな生活は物質的にだけ豊かになったんです。給料も上がり、車回り、家回りとこうなったんですね。ところが、その中での男女関係、家庭関係、人間の関係、それから、まあ豊かになってルーズになった指導者が現れたんですが、まあそもちろんそれはもうそうかもしれませんね。豊かですから努力する必要ないわけですね。昔は顔がキリッと引き締まってたんですね。 例えば、明治の時の、乃木大将とか、ちょっと古すぎますけどね、東郷平八郎元帥なんて見ますとね、もう今の指導者のだらけた顔とは全く違う、筋肉がバシッとこう、しまった顔してるわけです。責任感に溢れ、なんだったら俺が腹を切ると。まあ、こういった面影があるんですけどね。まあ今の二世議員ときたらですね、頬はたるんでて、なんだか口先だけうまいというふうになってしまいました。しかしこれも、 やむを得ないわけですよね。だって豊かになったわけですから。もう豊かになって人が努力しないっていうのはこれはもう普通のことですね。つまり、どこに間違いがあったか、どこに、ま、問題があったかさ、確かに所得と家と、そういう物質的なものだけは揃った。しかし、その時の家庭の大切さ、男女の仲のいい男女、ね。それから、助け合う親子、責任持ったせ指導者。 というのも同時に消えるということを、まあ、よく考えてなかったのかですね、えー、日本の文化系の人たち、えー、文,学部文学者とか哲学者とか社会学者がサボったんでしょうかねまあそんなこともないと思いますけどね、まあ、いずれにしても我々は、えー、物質だけを充実させれば豊かになると思っていたんですが実は我々がどう生きるかと。 まあいうことも豊かな世界の中で同時に準備しなきゃいけなかった。私たちの56年間の高度成長時代はですね、物質だけが高度成長になり、人間の心、人間の生活、人間の哲学が高度成長しなかったというところにですね、現在ヨーロッパの方が割合と豊かな人生を送ってるのに対して、まあ、日本の自殺率がはるかに多いと。 まあいうことになってしまったまあ一つの原因をまあ作ったわけであります。